好啦，整备好之后咧，我哋起行啦。已经见到啲怪啦，可唔可以唔理噶？我睇唔到先啦，走啦！呢啲咁嘅路咧，好神奇咯，感觉上咧好似玩龙珠咧蛇道啊！阿孙悟空死咗揾界王嗰条啊！而家咧，我哋可以咧随意转阿光或者系阿炎出嚟啊！哇，上面呢只咩嚟噶？好奇怪嘅生物，四啊四咧嘅，避开佢啦，唔够抽啊，四啊几咧？到着。啊，ここだったのね。我多咗个地标，跟住呢度有个问号。见到个任务啦，原来系要打啲虫仔啊！一个神剑嚟嘅，去旅行啊佢，帮帮佢啦！まとめて相手してあげる。生まれた時から朱雀だ。良い活躍っぷりじゃったな。あれ、起きてたの？搞掂啦，虫仔。欧鲁亚呢个叫。你个样好普通咗喎，呢位神剑。诶，可以叫佢成为同伴？佢唔制，有冇搞错啊？你叫我咁靓仔，都唔嚟。唔通你个剑主仲靓仔过我？但系你个剑主惊虫喎，走咗佬啊！你个剑主，唉，阴公啊真系。你唔好叫我帮你揾佢啊，因为我好忙噶。仲有嘢做噶，哎，真系要啊！你睇下，要通知嗰个剑主过嚟揾佢啊！好，我哋去第二度先。好啦，我哋离开头先嗰个岛仔啦。咁啊，嗰个副任咧唔做住。咁同埋咧，一开头咧就话有两条路线噶嘛，而家我行咗左边路线噶。咁其实咧，两边路线都系去同一个地方，冇乜所谓嘅。前面有一个岛仔、哦。見つけた。おめでとうございます。呢个又系啲冇人住嘅地方嚟嘅，但系咧系地标啦，可以咧瞬移过嚟啦。都去啦，嗱嗱声离开呢度啦，避开啲怪，避开啲怪。哇！好啦，我哋继续向我哋嘅任务点进发。见到个口啊，好进入呢度，唔知咩口嚟咧喂。世界にはいろんな場所があるもん。嗰啲蘑菇地下度，哇！呢边冇得避噶喎，条直路咁多怪，虽然低咧啫，我唔想烦啊，快啲行过去先。睇下咩特产啦，顺便。何が出るかなと。私の知識によると。系咪好多蘑菇喎？睇下，茄子嗰啲，好。中间穿过去，唔知发唔发现到我呢？不思議な場所ですね。雲の中にトンネルがあるなんて。ここは小型のアルスが集まった群島だからね。アルスとアルスとを結ぶ力場がトンネルを作ってるんだ。雲の山脈の中心には大型のアルスもおるんじゃよ。もっとも。そっちは雲海の中じゃから人が住むには適さんがの。大きなアルスとその周りを回る小さなアルスがここの特徴なんだ。うもー、世界にはいろんなところがあるもー。ご主人、ちょっとは外に出た方がいいもん。部屋に引きこもってメカいじりばかりじゃ健康に悪いもん。今はこうして兄貴たちと冒険してるもん。引きこもりとかオレンジ警備員じゃないもん。そうだな、今のトラは立派なドライバーだもんな。もちろん、もちろん、でも。さすが兄貴、よくわかってるもん。賺到幾開心、心無心翼咁樣。好啦，咦，仲有特產。どれどれ。螢火蟲。咁我哋仲要继续行呢度咧，好似喺海洋公园咧个水族馆咁样啊！
哇，你睇下，真系啊！见到啲魔鬼鱼啊，同埋啲好巨型嘅唔知咩鱼啦、啊。哇！诶、欸，有只怪喺度行紧过嚟。哇，好巨型啊！咦，呢个系咪门嚟噶？定咩嚟噶？呢、這个嘢应该系门嚟嘅，不过咧就开唔到。咁我发现咧，隔篱有啲特别嘢，望一望，就系、是、要咁样入去嘅。咦，有个得割咗嘢先，多啲多嘢，应该系个门掣啦。咁样揿佢先，系啦，哇，好啊，得啦，好似生物咁样，好似一啲咧贝壳类嘅口啊，竟然咁样可以做到道门，犀利，继续行啦。话时话，大家中唔中意海洋公园嗰个水族馆啊？我觉得都挺好看的，其实啲鱼真系咧好鬼大只噶，同埋咧好犀利咯，鲨鱼同埋其他鱼咧系一起养，因为应该啲鲨鱼咧就喂饱咗佢哋，所以咧就唔惊佢咧就周围食其他鱼啦。好啦，避过晒啲怪佢，扭晒佢之后咧就行出咗出面呢度啦。好，继续行，呢度好似平静啲咯，太好啦，太好啦，好似有啲村庄嘅物体啊，系咪翻到故乡呢？诶，转翻阿严先，阿严话上嚟噶嘛，系咪先？阿光都冇出个声。どれどれ？呢啲石头咁似系蛋嘅，我鱼嚟嘅。相手になってやれ。我谂系啲雀仔咧收藏食物嘅地方嚟嘅。唔好意思啊，攞咗你哋啲鱼，走啦。诶，偷完嘢嗱嗱声，费事人哋报警。就嚟到啦，就嚟到啦，一个仙境嘅地方啊！虽然咧就冇以前啲城市咁繁荣啦，但系感觉好舒服啊！退休一流啊！呢度得闲养下花花草草，得闲出去打下猎啊，捉下啲嘢咩嚟食咁样。到啦到啦！喏，やってるやってる。哇，劲啊！何あれ？あんなことやって怖くないの？この辺じゃ当たり前の遊びさ。ああやって雲海の泳ぎ方を覚えるんだ。レックスもやってたんですか？もちろん。サルベージャーになった時、すごく役に立ったよ。所以啊，主角就咁出色啦。私は苦手だな。水とは違う、あのまとわりつく感覚がさ。高いところも苦手ですからね。飛び込みやってればすぐ慣れるさ。なんなら今ここでやってみる？ちょ、何すんだ？来るな、触るな。もうレックス、ニアをからかうんじゃありません。へいへい。たく、相変わらずガキなんだから。其实真系好高咯，平常人都惊啦，系咪先？诶、哎，唔好怪噶阿尼亚啦，我都惊。诶、哎，呢几只之前见过噶。報告より多いな。駆動系は我が国のものに置き換えました。制御系はどれも胴体保存されておりますので、事実を要さず数を揃えられるかと。我觉得呢几只嘢似兵器啦，而家。グーラで疲弊した我が国の数的劣勢、ようやく覆せるか。は。安定性に問題はないのだな。三ヶ月前の爆発事故、二度はないぞ。アルスの体液に安定剤を注入しましたので。通常運用に支障はありません。加えて、抗体部は特殊鋼で覆ってあります。敵弾の直撃にも長時間耐えられるものです。万が一誘爆したとしても、そこが敵地ならば。死なばもろともか。搭乗員の脱出装置は設けてあります。棺桶、もう間違いではないのか？それは。系一个国家嘅高级人物嚟噶呢个，佢哋策划紧战争，仲用巨神兽嚟做武器。但系阿珍又揾紧呢啲嘢噶。マンイーター技術の粋を極めた亡国ユーディキウム、その残滓あまり好きではないな。閣下が人の細胞とブレイドを掛け合わせたマンイーターを忌避していることは承知しております。そうではない。違うのですか？ではどのような？
マンイーターはより強固なブレイドを生み出す目的で作られたというが、果たしてそうだったのか。わしはこの技術が人が生き延びるためのあがきのように思えてならん。まるで自分たちを見ているようでな。それが好かんのだ。わしはアーケディアへ向かう。根回しはしておかんとな。はい、这个情节完咗啦。睇完人哋嘅国家嘅机密啦，我哋就翻返我哋嘅村庄。見つけた。休养生息。我哋唔打啦，唔打啦，诶，喺度啦，都冇人打过嚟啦，系咪啊？我哋唞唞先啦，爆机啦。你咋？你咋？我带咗好多朋友嚟啊。お、くくりにカズナカ。大きくなったな。あれ、そっちは。マーチスだよ。あんたの仕送りのおかげで、今度法王朝の進学校に行けることになってね。ゴルレルおばさん、久しぶり。なんか、そっち比較万万くらいが。すごい人気ですね。生まれ故郷に仕送りをしていたようですね。あの年齢で。なかなかできることではありません。故郷か。あのおばさん、すんごく子だくさんだもん。ご主人、どう見てもよその家の子ですもん。なんと、青龍のじいさんかい。ずいぶんとまあちっこくなっちまって。おはあれ、話せばいろいろとな。ところで、一晩逗留させてもらえんかの。クタクタでの。わ、你都話佢？我孭住你喎。じいさんってば何を他人行儀な。いくらでも泊まってっておくれよ。歓迎するよ。すまんの。おばさん、みんなのこと頼むよ。俺はちょっと寄り道してくからさ。ああ。わかったよ。任せとくれ。ホームラだけちょっといいかな。え？あ、はい。もちろん。さあさあ。皆さんはこちらへどうぞ。其实我哋可唔可以喺度举行婚礼啊？喂，同阿炎，跟住喺故乡度买间屋，咁就可以喺度开开心心咁生活啦。好啦，得翻我哋两个啫，我谂喺度周围行下倾下偈啦。见到阿梅女妇，估唔到你会吓、做军人，都咁得闲去旅行。跟住咧就，诶，白虎点啊？呢度正唔正啊？虽然细细咗啲呢个山头，好啦，我哋两个周围行完啦，去呢个山头，诶，墓地嚟嘅。ここは？阿炎带你嚟拜山啊！俺のお父さんと母さんの墓。ごめん、そういや話してなかったよね、俺のこと。ううん、いいの、ごめんなさい、そんなことも知らずに。会わせたかったんだ、君を。私をお父さんとお母さんに。究竟主角系真系好中意阿炎啊，定系觉得自己有个成就呢？因为呢成为一个天之圣杯嘅剑主呢，而家呢度感觉呢系。其实系两样都有啊。久しぶりだね、父さん、母さん。俺ドライバーになったんだよ。すごいだろ。それでこの人はホムラ。俺のパートナー。とっても大事な人なんだ。俺。ホムラと一緒に楽園に行くことに決めたんだ。この先何が起こるかわからないけど、ホムラと俺を見守っていてくれよ。レックス。真系同我所讲一样，两种感觉都有，同埋而家好诚心啊！我谂佢真系好尊敬佢嘅爸爸妈妈嘅。じゃあ戻ろうか。はい。但系佢有双重性格噶，我下次带阿光嚟啊！
你唔好以为我一脚踏两船就得啦吓。好啦，去完个墓地，拜完山，咁就翻翻落去，我哋吓做埋个任务先。到着。やりましたね。依依今晚有咩食啊？希望唔系全部饭团啦，记唔记得啊？阿杰啊，哇，按摩啊可以帮手，几好喎、啊！咦，阿严煮嘢食啊，正喎、啊！悪いね、洗い物なんかさせちまって。いいえ、気にしないでください。私、料理を作るのも片付けるのも大好きですから。あ、食完噶啦，原来依世咁好喎。それにしてもレックスのやつ、本当いい嫁さんを連れてきたもんだね。え、とんでもない。私ただのブレイドです。あら、そうかい。大昔はドライバーと添い遂げるブレイドも結構いたって言うけどね。あ、真系可以结婚噶，原来神剑同埋剑主。素敵な村ですね。あったかでのんびりしていて。ここは属性とは離れてるからね。どこの国もこんな風に暮らせれば心配事もないんだけどさ。しかしあれだね、なんだかんだ言ってやっぱり母親が恋しいのかね。あんたなんとなく似てるよ、レックスの母親に。私がレックスのお母さんに？あ、唔系啩、恋慕狂唔通？レックスと一緒にご挨拶してきたんです。そう、レックスはさ、この村の生まれじゃないんだよ。え、睇你膚色就知啦。あの子が2歳の時にね、母親に連れられてこの村に流れ着いてきたんだ。戦争だったのか、アルスの寿命だったのか、住んでた土地を追われたらしくってね。ここにたどり着いた時にはえらく衰弱していてね、レックスを頼むって言い残してそのまま目覚めずさ。2歳の時間其实他应该没什么记忆的。綺麗な人だったよ、父親は。ここから3キルと離れたところで死んでるのが見つかった。あと少しのところでたどり着けなかったんだろうね。悲しい話さね。好悲惨啊，呢个故事。そんな、きっと、もう誰も失いたくないんだろうね。楽園に行く手がかりを見つけたいんだって、サルベージャーになってさ。私はレックスのそばにいない方がいいかもしれませんね。は？点解ね？唔得。あんた、レックスのことが嫌いなのかい？大好き。でも、私がそばにいると、レックスはいろんなものを失ってしまうんじゃないかって。だから、私がそばにいない方が、レックスも、世界もきっと幸せになれる、そんな気がするんです。あんた、阿家具土做乜要偷听？嗱，佢哋五百年前系识嘅，不过咧家具土就冇晒记忆噶啦。それじゃあ、そろそろ行くよ。じゃあね、兄ちゃん。気をつけてね。咁快要走啦？じいさんも無駄にくたばるんじゃないよ。お前さんも無駄に口が悪いの。お世話になりました。あんた、何があったのか知らないけど、何でもかんでも背負い込むんじゃないよ。レックスは強い子だ。困った時はまとめて全部肩代わりさせちまいな。はい、そうします。え、何？何の話？何でもありませんね。そう、何でもないよ。
あんたはよそ見せずに前だけ向いて突っ走りな。おお。真系走了嗰个动画。但系咧，我仲有个对话，我要翻翻入条村度啊！唔好意思啊，打搅晒啊！突然间喺村口又倾一倾偈先。我哋要去隔壁嘅港口啊！但系咧，我要入翻村倾倾偈呢一度。可以留啊，力男，估唔到你都会上镜喎。どうしたんだ、もう力を。気合入れてるけども、何をするつもりなんだも。俺は人と話したい。佢咪太恐怖咧，啲人唔够胆同佢倾偈咧。でもみんな俺を怖がる。但系其实系佢怕丑咯。本当は俺はそんなことない。みんなにそれを知ってほしい。確かにジガラオは地面を行き交うアリンコさえも避けて歩く心優しいブレイドも。わあ、タイムちゃうわ。確かにたくさん話せばジガラオの優しさは伝わるかもな。人不可以貌相啊，唔系神剑不可以貌相。ただ普通に話すのが難しそうも。さっきみたいに気合を入れていたらなおさらも。そう。みんな逃げていく。それが悩み。又真系几恐怖嘅呢个样。何か明暗はないか。系咯，有咩 idea 咧？嗱，哭泣嘅小孩，同埋老人家，点算啊？嗱，细路仔喊紧会仲惊啲啊！我想揾细路仔喎。あの泣いてる子供を助けてあげるのはどう？明暗も。试下啦。困っている人を助ければ、ジガラオの優しさが必ず伝わるの。チャンソウ、行こうね、タイハー。分かった。俺、助ける。トラもついてきてくれ。分かったもん。うぇー。細路仔、買個高達俾你玩嘅。どうしたも？なんで泣いているも？ママ、どっか行っちゃった。哦，打電話俾佢咯，試下。迷子。違うも違うも。モンスターみたいだけどモンスターじゃないも。俺は人を食わない、安心しろ。食人。なあ、もう余計なこと言うとまた怖がるも。はい、更加驚も。すまない。トラ、子供頼む。叫你唱儿歌又唔唱。俺は子供の親を探す。ちょっと、うちの子供に何をしているの？母親か。モンスター、誰か助けて！弊啦，呢个妈妈系咩误会啊？你个头做乜嘢咁包到咁大个嘅？違う。誰か助けて！モンスターがうちの子供を食べようとしているの。違う違う。俺はモンスターじゃない。違う。你信我啦，其实我食素噶。力を落ち着くも。襲ってきたわ。誰か早く助けを呼んで。搞乜啊？越来越惊咁样。好嬲啊！佢仲惊。ダメも、力を。騒ぐと余計怖がるも。但大家留意一下隔篱嗰两个，一男一女喺度，仲喺度好悠闲咁样喺度揈揈脚。早く逃げるわよ！呢两母子走啦，搞唔掂。啊，ダメだったも。また失敗した。そう落ち込まなくてもいいだろう。今日はたまたま失敗しただけだよ。ゆっくりみんなに理解してもらえばいいよ。ありがとう。俺諦めない。絶対にみんなとお話しする。我哋会努力帮你噶啦。内心温柔的神剑，好正啊！呢一个剧情，又奖励添。好
好啦，虽然有啲故事上嘅唔 make sense 啊，但系我都要去到好远嘅阿仁嘅屋企啊，因为咧有个对话都好重要啊。呢、這个对话我哋一定要睇一睇先嘅。這个对话就喺度啦，同埋咧仲见到阿仁嘅爸爸加上阿谷都喺度，系咪真系可以救到阿谷咧？ここがトラの家なの？あちこち触らないでほしいもん。大切なものがいっぱいあるもん。冇錯係點啊？雖然你係神劍。これは何？ああ、勝手にいじるなもん。それはダメもん。真係唔聽話佢哋。なんかヒラヒラしてて水着みたい。これもパーツなんですか？泳衣。それは花専用のアーマーですもん。はあ、阿華有泳衣嘅裝甲。アーマー？この小さいのは？これじゃあ今の装備よりも面積が小さくて防御なんてできないですよね。阿賢，不如你唔好再問落去啦，好尷尬啊！大家明算啦。これはスーパービキニアーマーですもん。スーパービキニアーマー？そうですもん。誰もが憧れる最新型のアーマーですもん。しかも。攻撃を受けた部分がパージされますもん。唔系啩？仲会爆泳衣添？それってやられたら剥がれていくってこと？そうですもん。それが最新鋭ですもん。トラ、一体どういうことかしら？家具套真系唔好问咧。好解释下啦。話を聞いたら理解してくれると思うもん。ちゃんと説明できるんでしょうね。これはトラが作ったものじゃないもん。トラは無関係の代物なんだもん。はあ？唔系佢做噶？じいちゃんと父ちゃんがトラに秘密で作っていたオプションパーツも。系咪真噶？冇屈人哋食死猫。そうなの？花。はい。このアーマーを設計したのはチェンゾー博士ですもん。哦，原来真系嘅。さらにその設計に改良を加え、アーマーとして完成させたのはタテゾー。へえ、そうだったんですね。そうも、トラは全くの無実も。ご主人はこのアーマーにパージシステムを追加しただけですもん。はあ、爆衫系统系真系阿仁家嘅。新色を忘れ、こだわり抜いた最高のシステム。これにより世界最高のビキニアーマーが完成したんですもん。へえ、そうなのね。すごいわトラ。ハナ、ハナ、これ以上はやばいもん。なぜですもん？ご主人の思いをみんなに伝えるいい機会ですもん。そうね。じっくりと話を聞かせてもらいましょうか。特にあなたが女性のことをどう思ってるかをね。各位女性真系要小心啲佢啊！ももも！佢中意爆衫噶。阿炎，你追到咁性感，好担心你。嗱，点解要同大家睇一睇呢个对话咧？因为咧，因为阿华嘅成长会多一格噶。ハナ、分かってきたですもん。睇下先，呢个咩嚟咧？挡格率增加 14%， 咁一定要大家过嚟倾倾偈啦。好，翻去做任务先，翻翻去主角条村啦。我哋就要去，咁啊，再上呢条好幼嘅桥啦，呢条咁嘅通道，希望冇遇到啲识飞嘅龙啊，真系好烦。咦，有人行紧嚟喎！哇，39咧，可唔可以唔打噶？呢个剑主，喂，剑主。搞错啊！下次先挑战你啦，系讲咗下次咯，仲打喂痛噶喂，打背脊。好啊，到咗呢个位置啦，好有型啊，个巨神兽。我穿过啲怪之后就到我哋嘅目的地啦，顺顺利利啦吓，呢啲咁啊唔知咩动物。来たな、待っとったで。诶，乌龟嘅头又走过嚟嘅喂。お前は。哟，亀ちゃん。おう、なんだよ、まだ諦めてなかったのか。いい加減しつこいぞ。カメっていうよりはスッポンだもん。
今日の用向きはチートばかし違うや。なんだよ、メタビセ、もうそれが倒だな。ボンの実力を確かめよう思てな。わざわざ3日もここで待っとったんや。3日もってバカじゃないの？っていうか、あんたがまず実力を見せなさいよ。ええで、思いっきし見せたるさかい構えや。なんで俺たちがここに来るって。ワイに勝てたら教えたるわい。もう再跑我地板な、先生。アンさんもやるかい。いや、私は遠慮しておこう。え、なんで。だそうや。残念やったな、炎の貴公子様の助けが得られんで。関係ないね。人のことよか自分たちの心配したら。右手に大岩、左手には大木、そして後ろは崖。今日は雲海に落っこちるかもね。ご忠告大きに。ほな、呢条友死性不改。喂，大咁似。哇，黐咗线啊！佢今日咁劲啊！那何が？どうや、ワイがちょっと本気出したらこんなもんや。どこ之前其实放水？強いもん。そんな。ちゃんのくせに。来訪のジーク、ルクスリア王家第一王子にして王国随一のドライバー。ルクスリアの王子。あいつが。その立ちさばきをこの目で見られるとは、私も運が良い。セリフや、もっと言うて。ようだなんや、リアクションそんだけかいな。まあええわ。で、どないする？さっさと負けを認めるか。冗談、かすった程度で勝ったつもりになられてもね。右に同じ、これからが本番です。ははは、よう言うた。それでこそ天の聖杯や。行くで。おい、認真上場な、今次条友劲咗咁多，唔知咩事啊？都系得三五 level 啫嘛，佢照打啦！佢而家就怕土嘅，系咪真系劲咗啊？大家有冇感觉啊？对佢，试下转下风先。就用有毒液体啦，之后可以博土加风嘅。中间有个土唔紧要啦，我哋临尾系风。好，咁我等阿猪雀可以出嚟咧，就转下猪雀噶啦，可以。猪雀，好，终结灾难，风刃吹飞，嚟啦，最易博呢招啊！扣几多呢？万五。好，转第二个路线啦，用火，可以火火光嘅，或者火水火都得。嗱，而家有水啊，蒸汽炸弹，火防，蒸汽炸弹。火水火，即系可以阿炎去报仇啦！哇，好似好劲咁样啊！嗌到嗰边，哇，好劲喎！呢个雷嘅斩，转阿炎，打啲嘢饮出嚟先 ，level three 啦，坐草先，坐到 level four 就用啦 ，level four。两下 QTE， 俾多下狂禁，耶！
再访。覇王の心眼よ、その力を湧き出せ。跟住用火火光啦，睇下可唔可以练到啊？因为可以火水冰喎，好火水冰，输咗。絶対に倒れんといてな。心配無用や。跟住咧就可以用阿史葉出嚟啦。破防，倒地，啱啊，倒地，你瞓一瞓啦。你好波。金。耶，冇乜血啦，佢应该。哇，呢嘢电啱啱我主角喺前面，差唔多死啦。诶，喂，我晕咗喂，帮我补血，帮我补血，唔该。隔篱有冇人啦？哎呀，真失威啊！赢咗耶！啊，都系我哋赢啊！虽然你嘅感觉劲咗。やりよるな、ボン。あんたもね、驚いたよ。まさかメレフとカグツチの他にこんなドライバーとブレイドがいるなんて。まだつこうとらんやろ、天の聖杯の力。光の力は悪いやつにしか使わない。何言うてんねん。ワイは善人やとでも言いたいんか。違うのかい。佢傻更更都唔系咩坏人嚟嘅，系个咩龟个头衰啲啫。なかなか言うやないけど。さすがは天の聖杯のドライバーや。よろしいですか、ジーク様。ああ、合格や。こいつやったら法王庁に入っても問題起こさんやろ。あい？あんた一体。ここ何年かは法王庁に厄介になっとる。まあ特使みたいなもんやな。佢教皇厅打工噶。天の聖杯が目覚めたって聞いてもうたんでな。見定める役を買って出たってわけや。すまんかったな、何度も試させてもろて。ほんまは一回で済ませたかったんやけどな。なんせうちの王子様めっちゃ運が悪うてな。ああ、なんとなくわかる。何言うとんねん。あれはたまたまやろが、たまたま。大王だ。なんでやねん。一路顺风啊，齐格。あ、落ちた。なるほど、これは確かに。あの、助けに行かなくていいんですか？心配あらへん。そのじじりきで戻ってきはるやろうし、先に船で行ってましょう。睇嚟应该跌过好多次。冇人关心佢咁样喎，原来真系好滑稽，咁都落落去。喂，一个神圣嘅地方啦，嚟到。啊，綺麗なところも、素敵ですも。すごい、壮観ですね。無駄に威圧的っていうのよ。またそういうことを言う。ん？何か言った？いえ、何でもないです。マルベーニ聖家との謁見は明日を予定しています。まずは皆様で教区内をご覧になってはいかがですか？アーキディアの中を？そりゃめったにない機会だよな。興味あるもん！いろんなところぐるんぐるん回りたいもん！まるっきり観光気分だな。まあいいではありませんか。わしも中に入るのは初めてじゃ。そりゃそうだ。あの大きさで街中うろついたらパニックだよ。まったくだ。好啦，终于嚟到教皇厅啦。咁估唔到咧，齐格咁搞笑嘅人咧，原来系一个王子嚟嘅，亦都喺呢一度打工。同埋其实佢实力都好劲噶，唔知日后会唔会有机会咧同我哋同一team人呢？好啦，我哋嚟到呢度，其实系为咗咧
揾去世界树嘅方法噶。我哋下集再喺呢度周围游走做任务，下次见 ，thank you， 拜拜。